はい、じゃあ本日特に希望なければ紅白戦です。何人かな、まあ、9人。ありがとうございます。今11人かな。じゃあリーダーをね、リーダー決めましょうか。まあやりたい人はいないと思うので、バイパーさんからリーダーやりません宣言まだハゲ抜きで11ですね。まあこのまま増えなかったらと私が入って12にしましょう。じゃあリーダー、まあ一案としてグッチさんとトモさんがいいんじゃないかという意見も出ております。青菜さん、あれ青菜さんとタコ様でもいいんじゃないですか。みんなやりたがんないでね、リーダー。ヒデがいればヒデでいい一人はと。今日チュンリー使いは他にいないのか、いないですね。でもチュンリー日本人じゃないっすよ。うん、そうですね、この人数だと1人2キャラかな。じゃあちょうど残儀使いが2人今ね空いてますからね、やっていただきたいんですがどうでしょう。青菜さんはあまりやりたくない。おっと、みんな逃げますね。おっと、そして誰もいなくなった。まあ、じゃあグッチさんとトモさんお願いしようかな。いいですか？あ、終わってからでいいですよ。はい、じゃあね、チーム決まりました。あ、リーダー負けたら何かしら罰、罰はないっすよ。何にもないです。さあ、じゃあね、まず 1P 側チームがですね、グッチさん、グッチ、ヒデ、友座、中島、お茶丸、ハゲですね。で 2P チームが、トモチームですね。こちらが、タコ様、アオサイ、破天荒、トモバイパー、茶坊主となっております。いや、各リーダーのところにね、皆さん行ってちょっと順番とか今決めてるんでね。友田さん来るのかな、本当に。6です。お、来た。いや、何にもないんですけどね。ただチーム決めのリーダーっていうだけですよ、本当に。あとすいません、参加費まだの方がお願いしますね。あとすいません、参加費まだの方がタコ様と茶坊主さんですね、お願いします。あ、どうも。はい、じゃあね、今順番決めてるところですんで。あれ、タコ様いない？はい、今順番決めてるんでね、ちょっとチームリーダーのところに皆さん行ってあげてください。順番決まんねえぞこらっていう。あとキャラもね、2キャラ教えてあげてくださいね。んハゲはエストは出ないですね、多分というか、多分ここでこっちに出勤だと思うので、NG コメント。じゃあタコ様5000円です。はい、ああちょっと高いですかね、5000円は。2000円に負けとくべきでしたかね。さあ皆さん、ちょっとリーダーにちょっと協力しましょう。順番決めてます。とりあえずキャラだけでもちゃんと言ってあげてください。さあ 1P 側は決まりました。はい、じゃあ両方とも決まりました。こんな感じですね。さあ、じゃあやってきますよ。大会やりますよ、皆さん。え、戸本さん、チュンリー、これはレアですね。じゃあ、あれですね、1人目は、おっ、ハゲダルシムと破天荒さんのエッサが、これは。ちょっと誰かマイクヒデはい、はい、どうもヒデです。さあ、早速初っ端かな、冷酷神髄カードかと思いきや、黒い笑顔を持つ破天荒さんが座っているスーピー側さあ、社会の波を、社会の悪を俺が見せてやると、そんな感じで破天荒さんが動かす青パン。しかしバカになったがお釣りがなし、珍しい。さあ、これはスライディングでいいんじゃないかな。さあ、これはなぜか突っ込んでいく。なぜバカになって、まあ大丈夫。おお、来ました、最強立ち中継、最強。さあ、なぜドリルが出ない。そうですね、これあれです、黒い笑顔を持ってる破天荒さんです、スーピー側は。さあ、ブラスト当たって、さあ釣ってるが釣られないクマ。さあ、うまい具合に鋭りゆるどりを当てまくって、バカになって、さあ、うまいチュースラー。これはなんと勝ったのはハゲ。さあ、2番手タコ様 S ザンギ。さあ、冷酷神髄きましたね、完全に。おりゃ、さあ、ザンギの声が響き渡ります。赤いブーツに赤いパンツの S ザンギ、その性能はバニシングがありません。しかしバニシングがないってことは近づけないんですが、バニシングに化けることがない、それが唯一の S ザンギの良さ。さあ、冷たい距離で、しかし対空を間違えると走ってきて、どっち、なんと立ち中パン、多少パン、多少パン、マジか。さあ、辛そうコナミ感と書いてありますが、確かに。さあ、しかしこのボディに何か活路を見出したかタコ様。パイル打て身がない、もう一丁、ここで決まってしまう。さあ、ここで2番手ヒデスティですね。さあ秀龍が出ましたね。お、あ、昇龍が出ます。お、真空波動拳が出る。お、さあこれ本当にヒデなのか。あ、ゲージを貯めて、どうする？中ゴス？おお、昇龍出す。うわー、やってしまったか。ああ。さあ昇龍拳が出ないので対空面が、あー、これあっという間、やっぱりヒデでした。これ、この龍なんだよ。1ラウンドだけいい気持ちだったのに、完全にアルファベットの F の過ぎだったわ。お、グッチさんフォーク、ごめんなさいグッチさん。さあグッチフォーク、ヒデ龍ね、ちょっと上手くなったよ。対空ね、ちょっと出るようになったから。色が門番っぽいのと、あとね、やることがね、ちょっとね、若干ロジックにやってないんで、若干リフティーさんっぽさがあります。さあ、スクリュー入って、スザンギが、さあ、台足は、S フォークではないので、この台足の回転は遅いですね。脱法ではないので。脱法だと早いんですよ。さあ体力負けしてるが、これは台足かくって、どっち、そのまま直スクリュー、ジャンプ弱点、前ジャン弱点からの直スクリューですね。モンマンはね、超えちゃいけないんですよ。あれはね、リスティさんだからいいんですよ。リスティさんのね、クマっぽいね、ゆるキャラっぽい感じで、なおかつムーブっていうね、感じのやつがリフティーさんなんですよ。さあ頬で切り返して、これめくりはちゃんとできる、どっち、わー、事故ったが空中 TBS 阻止。さあじっくりいきたい、しかし一発ミドルもらってスクリュー圏内か。うわー、随意の連続。ああ、これ結局これね、足し対決強いんですよこれね。俗に言う顔面して、やばい、フォークどうする。おお、マジか、ありゃ食らうわ。ああ、ここで表おしゃまるバルログ。いや、これね、もうね、 S ザンギいけそうな感じで、実はいけない感じなのかと見つかして、実はいけるのかっていう。いやこれタコ様乗ってるわ乗ってるわ。いやー、これきつい、どうする。うわー、これ脱法入ったわ、脱法。さあ次、中島ホンダですね。これどう見ますかね。これ冷酷真髄そのもの。もうね、きついね。このね、張り手やることないっすわ。コパンで止めるくらいしかないんですけど、いやー、突っ込んできたところに張り手が置いてあるカウンターの仕事。いやー、五分はね、五分はね、ない。絶対ない。いや、これ結局読み返さないといけない部分が多すぎて、そう結局画面端、小高と声もどっちがより小高なのかわかんない。いやー、これきつい。うわー、張り手。いや、これもう残金矢口入ってるわ。これはしょうがない。さあ、中島さんが勝って、お次はチャボサが、あ、違った、あ、青サイガイル、青サイじゃありません、青ガイです。さあ、青サイさんなのにガイルの色は赤い。さあ、中島さんの色にかぶせていくスタイル、色かぶせスタイル。小高さん、このカード、これね、これ、いや、これね、きつい。あー、知ってる。あ、はい、美容内。あー、結局どっかしらでガエルの完全対応が崩れる可能性があるんで。さあ、うまい。さあ、青ガイ、うっ、あー、出ない、やばい。この前突っ込んできて、歩きカードうまい。これはマイカー2本あります。さあ、あー、ピオラステコパンフィニッシュ。さあ、殺し方結構大事ですね。ピヨッターとの、もうどういう風に死ぬかの殺し方、結構その人の性格出るんじゃないかなって僕は個人的には思ってます。さあ、ソニック、あ、これ、あっ、よくサワー止まってた。さあ、さすがにもうやらせないと。ああ、今の中キック、どっかで秩序が乱れる可能性が。さあ、いけない。チャンス逃したか。ソニックよくず、ゼロドット、ああ、危ない。さあ、友田チュンリーですね。さあ、珍しい友田さんがチュンリーです。バイソンではなく。さあ、しかも色はケイシンさんの色、超強いパレスチナの色だと。俺は投げまくるんだと。1回目、さあ、踏んだがダウンしない。これは美味しい。空中投げされる。さあ、まだゲージ回収、そうですね。ガエル・チュンリーはやはりゲージ持ってから、うまい。あおー、あー、ちょっと遅い。あー、これは4フレ発生ダブルサマー。さあ、トモスチナやべえとコメントが書かれている。さあ、うまい。これパレ連携ですね。今のちょっと高いなって思ったところに背中で飛んで投げすかして壊しガードさせて投げる。さあ、うまい。ああ、投げ返されて。さあ、冷静に、ああ、お、運がいい、重ならないしてる。ああ、しかし、さあ、ハデバルログ、さあ行きましょう。ここからです。1P 側は大丈夫です。まだ7番手対3番手なんで、まだまだ全然いきます。そう、ゲージ持たれるとガイル側はきついのは間違いないんですけど、ゲージ持つまではガイル有利なのは間違いないので、僕の個人的チュンリーガイルのダイアグラムはそんな感じですね。ゲージ持ってないチュンリーに対してはガイル 6.5 くらいあるかなって僕は思ってます。でゲージ溜まった瞬間にチュンリーが 6.5 なんですけれども、そこでゲージを使わずにどれだけダメージを取れるかがチュンリー側の技量かなっていうところですかね。さあ投げてスライディング、さあ露骨に行く、これが強い。なぜかテーラさあこれあゆちゃま OK でしょ。裏にいるどんだけ欲望、隋の連続、おーなぜか残るバルログ側。ジャクソニックでも戦列相打ちになったりはしますね。しょっちゅうしてますね。そのたんびに僕イラッとしてますね。ソニックもうちょい回転数上がんないかなっていう。まあそんなわけにはいかないんですよね。そうなったらマジでチュンリーガン有利になっちゃうので。さあピヨって投げる、安定投げですね。あの体力はさすがに死にます。ヒデ商店さんバルログ戦も片手に、あこれ結局地上で結構いけるはずなんですけど、これこの距離、あダメージ結構もらってる。さすがにサマーで嫌えるわ。どうすんの。うわーピヨってる。えどうすんの。自分でデスノートに名前書いてる。ハゲスさんちょっとデスノートに自分で名前書くのちょっと、いやちょっとわかんないっす。いや完全にデスノートきましたね今。さあ投げて、うわーソニック様おじさんなのか。そんなわけにはいかなかった。チュンリー、これチュンリーに有利つくキャラバルログフェイロンは有利ですね今のところ。まあフェイロンスカイに言われたら多分ふざけんなって多分言われそうですけど、さすがにサマーででもこれ結構見てると龍山儀多めなんで、龍山儀殺せるキャラが出てきたら多分一網打尽ありえますね。さあうまい大足だ。おうどうやってなってるよ。さあさっきタコ様が龍山儀殺せるキャラってなんだよって言ったときに、チュンリーじゃねえかよって大体合ってます。OK ですね。しかもおいいよ。ちょっと危なかった。ダブル様で死にかけでしたね。ですね。そうね、だってヒデがね 1P 側の最後だからね。チュンリーガイルは何年遊べるか分かんないんですけど、僕個人的にリュウチュンリーは100年以上遊べますね。リュウチュン、それ一方的な遊びじゃねえかね。いや強い竜ね、川本さんクラスになるとね、やばいっすわ。さあしかしこの体力差、片一方は黄色で片一方は真っ赤っか。しかもゲージも溜まってない、厳しいね。さすがに踏んでしまう。ジャクソニは遅いのでしょうがないですね。さあ次は中島ガイル。さあこの辺で止めましょう。本職、しかし色をかぶせられたままてか一周したのかな。川又さんクラス、あと関西のシューティング D さんもかなりやばいっていうふうに聞いて、レジェンドじゃないか。シューティング D さんと、あと川又さん、サシシさん、サソリさん、全員タイプ全く違うんですけど、それぞれね、癖があるんですよみんな。まあねまあね、それヒデとパネって全然違うからねみたいな。そう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 、よく動画のコメントでヒデとパレ動き全く一緒じゃねえかとかよく書かれてるんですけど、パレは割とオフェンシブな感じで、僕かなりディフェンシブな感じなので全く似てないですね。まあ今はそうだね。そうですね、今全く似なくなっちゃいました、うん、さあさすが本職といったところかやばいよこれ。さあアオサイガエル、通称アオガイに青いガエルでかぶせていく中島さん、これが本当の色かぶせならぬ人かぶせだと打て身がないのは痛い。さあこのガエルガエルのカード6割以上の体力差はかなりしんどいです。相打ちで取られてしまうダメージも多い。厳しいね。さあじゃあバックソバットでどっかで活路を切り開きたいが、さすがに本職には厳しいか。ああ裏手、多分ソニックの出際ですね。出際ああそうですね、その数字だと多分あれですね、今日今現地でいる TOMO さんですねと阿部さんもねかなり極まってますね。でねみんなね癖がね違うからねやってる時に20戦くらいで大体の動きをトレースしておかないとまずいんで。なるほど、さすがですの。特にね50戦とかやるとね、まず10戦はね様子見なんですよ様子見しながら長いなそうね結構ね僕50先好きなんで、あ違う50戦やるの好きなんで、さあガイル・サガットかなり随カードですね。チャボーズ、そうですね、チャボーズさん、チャボさんね、ニュートンね、常連勢なんですよ。あ、ふたちゃんさんもやばいですね。ふたちゃんさんはね、ゲージ回収能力にね、かなり達してるので、1回の1ラウンドで3回真空溜め切るので、すげえな。そうですね、やっぱりこのゲーム、なんだかんだ人読み、かなりやばいです。結局、やりまくって、その人の動き、もしくは、やれなければ動画でちょっとトレースしておかないと、結構難しくなってしまうという、まあ、基本の読み合いは間違いなく。基本はあるんですが、今のひどいな空中 TBS 垂直大パン強えわねえ、厳しいなこれ。お、どうしたこれエクスパーさんかな、エコスパーあ、店長さんもいいですね。店長さんはね 2P 側だとねかなり激変するので、さあさすがにスタブで押し切る。この間ヘイにも久しぶりに来てましたね。一昨日だったかな、店長。ずーっと 2P 側で陣取ってましたけどあ、倉橋さんもやばいっすね。タコ様相槌やって、タコ様酒飲んでもう飲んでるから大丈夫。さあ、ここでバイパー龍、バイパーさんの龍、お、ここで龍がいる。バイパーさんはどっちかというと 1P 得意なのですが、どっかで 1P 行くのかな、露骨に。そんなわけにはないかなここでバラしちゃったのまずいだろさあスタブで押されて投げに行く、神髄投げ。さあ今ドラム缶があったのであれですね、重ねなんか逆立ちんこ大キックみたいな感じになってましたけれども、あれは空中 TV、うまい、うまい、うわー、さすがに神髄投げは行かせねえよと。15歳って今の歩きによく大足反応できましたね。まあ大足の発生自体がかなり早いんでさせるはさせるんですが、さあ激安体力は龍がちょっと勝っている。スタブで押して真空もらわなければってところだが、踏んでしまう。真空削りでフィニッシュ、わあならず、おおマジか。まあ今のはねそれしかないからね。今のはいやだとすると今の正解は弱ハードを打って、でそこに2回転目のダブルサマーの出がかりに真空が入るよっていう感じで当てれば多分勝ってましたね。でも弱ハードをガードされたのそれで、いや弱ハードを多分ダブルサマーで今抜けてるタイミングだったんで、あでもそのだから弱ハードだったらダブルサマー出さないでガードっていう。なるほど、うん、いやでももしガードしてるところ見たらもう速攻で真空入れてるのでおそらく真空間に合ったかな。それで弱ハードをガード時点でもう仕込んでます龍側はおそらく。なるほどね。で、おそらく見てからで判断するのかなっていう。泣きの龍太郎さんね、私やったことないので分かんないんですよさあここで来ました本日の超ゲスト TOMO バイソン。 TOMO あ、後藤さんもいいですね。やっぱ龍ね強い人多いね、もうねワクワクしちゃうねもうね強い竜いるとねときめいちゃいますからね、本当にときめくんだあのね、はい、もうどんどんのじゃやりたいっていう風に思っちゃうんでまあいつもバーサスでもそうだもんね。まあまあそうなんですよねはい、あーしかしこの圧力、芋掘り芋掘り、しかしなんとか切り返すがよく投げ返し、あーこの先出しクレイジーが強い。2回目のオアーが出るまでが無敵です。なので強いです。強いよね。さあさすがに見てるよと、ああ中パンが当たんない。これはTBS 今リフトアッパー負けたかな、あの感じのちょっと微妙やね。さあ裏剣ちょっとかかるか微妙だったが、今のはクレイジーミス。あ今出たけども、ああ安い5パンで割り込む。しかしさすがにいいですね、今のスタブ出してから横ためだけだよって見せかけてのちゃんとサマー溜まってるよっていうやつですね。あうっいいスタブからのソニック入って、あまあまあまあ今のはうますぎですね。さあ空中でオテルが踏むとゲージ回収が裏剣相性 OK。あっぶね、バイソンを下げてってゲージためらんないからね。さあゲージがたまる前に体力をいっぱい取っておきたいが、もうたまるぞ。そして体力が近づいてきた。芋掘り、うわマジか今の、わあブヤブヤ投げ強い。いや今のはね強いわ。あれね多分ね前さん大パン当たった瞬間に、おそらくコンボになるだろう高さであったためにともさんもね黙っちゃったんですよ今の部分。もう何やっても死ぬだろうなってちょっとよぎってしまったためにボタンを押すのがちょっと遅れてしまったっていう感じですね。さあ出てくるのはここで破天荒さん、最近マジでやり込んでてというかちょうどならまだ並ばれてはないですね。並んだんじゃないかな、まだ7番手対9番手、おー、まあまあまあ星近づいてきましたね。まあさすが東大戦といったところか。さあこれはういい、あのファイヤー波動ねずいですね。ノーモーションで出る感じでね打てるね感じはいいんですが、さすがにこの体力差これはよけられますね。あでも波動当てて、さあこれ分かんない、よく大足波動打った。いい波動、あこれはしょうがない。あれ今のはもう相打ちほぼほぼ確定なんで、もう空中で落とすしかない。もう大キックの派生が出る前に落とす、あとはまあガードするしかないよね。まあでもガードしてまでが中足波動でおしまいだから。そうですね。さあこのカード小高さんどう言いますか。あこれ結局冷酷どころかもう100年遊べるカードなんで、冷酷じゃねえだろ。もうずいそのもの受け身がない。いや受け身ない。いやこれシンクだけ。あと中腰。いや天功さんの押しが強い。やばい。これはサマーかくんない。破天荒さんいいですね、端っこい攻めてからの高焦点もやって無理。これね結構ね小高さんの真似するのはね結構難しいんですよ。なるべくこれ結局とかまず最初に言葉を言わないっていうところ、この擬音から入る感じが大事なんで。あとあれなのよね、タコさんはあんま小高用語興味ないから。いい大ゴス、グッチさん、これグッチさんですね。グッチさんですね。これね、タコビンってなんだよこれ。安倍ビンさん？タコ様には安倍ビンさんってこと？さあ弱小流いい。さあファイヤーうまい。ここまでは圧倒的だか？実況で笑わしちゃダメとダメだし。実況で笑わしちゃダメだ。ああ弱小流体育、確かに実況してないもんねさっきからね。もうさあ大小流根元からいって弱竜巻、弱竜巻、これ見えないっすね。これがグッチ流の神髄。あらまあわしか、行ってきますよ。はいいってらっしゃい。このねめくり竜巻と見せて飛びあ、どっちです、ピンク ?C、ちょC、ステージはどこになる、竜対残儀だが、どこだ、あ、いいね、おっておって、これはいい。あのね、このキャミーステージ、みんな大好きキャミーステージなんですけど、若干ね、早いんですよ、このステージも。みんな大好きなんですけど、じゃあ、ちょうどいい速さどこなのかって僕知りません、残念ながら。さあ、中パン中パンのつなぎって言うよ、何フレなのか、それは僕も分かりません、メインキャラじゃないので。うわー、うまい、うわー、うますぎる、なんだこれ、差し返しだけで、しかも最後は中昇竜。あ、剣ステージいいですね。剣ステージね、右端にあるドラム缶絡みがちょっと若干厄介なんですけど、それ以外かなり僕好きですね。あとね、剣ステージの曲がいい、燃えますね、あのステージ。さあ、中パン飛び、中パン飛びは前に農業さんが中パン飛びを一点読みで、あー中キックダブラリと2ヒットつないでてたのがあったので、中パン飛びはまあ見せる形で1回やりにくくないんですけど、多用するとうまいリフティタイク、3フレ発生です。いやー、圧倒的か、うまい立ちでふかした、あー踏み込みが鋭い、いやーこれは圧倒的。さあ次はチャボエスサガ、ここでグッさん頼みます、ここはお願いします、エスサガやばいっすやっぱ竜戦ね、苦手なんですよね何戦が得意、タコさんは得意というよりか、やっぱりホンダとかバルログとやってる方が楽しい。ホンダとバルログマジで残儀使ってる、マジか、まあ、楽しいって話だからね。あ、なるほどね、勝ち負けじゃなくて楽しいね。それ勝ち負けとか楽しさとかそういう以前にチュンリーは嫌だっていう。うん、なるほどごめんね、いつも入ってきて。いやいやいや、全然もうウェルカムだからね、もう。さあていうか、チャボーズさんはあー、いって今ならよく、あー、しかしあー、早かったか、今のは、うん、着地でちょっとチャボさんが少し待った感じがあったので、はい、下手したら龍眼が投げれた可能性がビレゾンですね。あった、あのタイミングだったからね。え、デヨ何デヨってなんだよさあ、うまい、今のタイガーの手元に中パンを刺すのはいいですね。さあ、対空になった、さすがに安直に飛ばせませんよと。さあ、一人やって、あーグランド、あ、見てからいいですね、ぐるぐる残儀のコツ。いやだからガードしたらレバーぐるぐる回しながらボタンバシバシやってるだけよバシバシ、うん、バシバシチャンス、バシバシだからね、南国育ちですね、完全にバシバシチャンス、ムキムキの方が下がった。ああ、これは入んないのか、エッサガの硬直の短さの良さ、まああれだってアパカ間に合っちゃうでしょ、多分間に合いますね。さあ、これはさすがに繋がんない、ガードで OK。 いやー、これはあー見ている、やばい、あーよく避けた、しかしかなり矢口、あー空対空、上り大キック。さあ、ここで友田さんが副将でもうかやべえな、でも大丈夫だよきっとだね、きっとね、ヒデがいるからねやだね、これ残りヒデ全立てとか、さあ垂直弱点いやー、いいですね、と透かして投げ、やばいよこっから、踏むと見せかけての、あー投げ返した、でもね、これ1回だったらいいんですよ。うん、あーいって、さあしかしいい中出しダブル2、あーピオリー、そして投げる、死にかけですね、投げ安定ですね、5分の1は取れますからね。さあ相打ち、どっち、よくガードしたが投げていいですね、ちょっと下がってダブル2から、どっち、今度は投げに行かずに吐かせた、これはうまい、あーこれは知っている、やばいね、もう。さあここで青サイザンディ、いいねこれは。ちょっと青貝ではないです、今度は青サイです。見せていただきますよ。タコ様これどう思う？ベガザンディとね、まあなんかいけるときはあっさりいっちゃうんだけども、そうじゃないとね、やっぱりカニきついよね。カニそうそう、これここら辺でうまく、あの前でうまくやんないといけないから、いや今うまい逃げ空中で落とそうとして、ああのホバーが見えないんすよね。ああこれはやばい。あおぶれスパコン出なかったか。ああれ垂直弱点いいね。そうあれがねすごい強いのよ。あのチュンリンの弱点みたいな感じでずっと残る感じがいいね。そうそうそう、ザンギにはあれすげえ有効。ああこれはあ安いだが、ああ事故。ああ運がいい、運がいいがさすがに3回目は許さないよと。1回目2回目はね逃したけど、さあこれはさあミドルミドルミドルいいですね。ミドルでゲージも回収されてうまい。これねミドルにねほんとケイラリ当てにくいのよ。結局ね戻りも早い、派生も早いからね、なかなか。うまい、今の中台はうまい。しかしさあまあさすがにそうですね、ここは暴れますね。さあ副将同士バイパーさん、おお互い面倒くさいと煽り合っている。さあバイパーさんこれもねもう逆にザンギ以上に、そうですねこれはもうベガ有利のカードでやはりこの当てながらゲージを貯めるっていうこのベガの難しさもさることながら、これですね前歩きを見てからしっかりとやってるんですが、めくりがこれはガード、ベガが必ず真ん中に逃げるってことが定石なので、なおかつミドルを当てながらゲージを回収する。さあこれは溜まってない、ミドルがかくってミドルミドルいて、さあこれは溜まってる、ちゃんと逃げる、いいですね。うわ今シャガ中パン対空ですよね。これが友田さんの強さ。あれザンギとかもねしゃがみ大パンチとか中パンチで対空できる。そうしゃがみ中パン大パンはね手元光ってるんでね、やっぱ強いですよね。これはさすがに最後溜まっている、めくりはぶれ。さあミドルかくんないがしっかり前歩きでやばいよ。いやこれは溜まってないですね。溜まってなかったね。うまい、うまいお手玉でちゃんと逃げると。さあここはミドルはかくんないが相打ち、ホーバーの先端が当たる。これはちょっとバイパーさんも少し納得いってなさそうな感じではあるが、さあ大将先に引きずり出されたのは友龍。友対決、さあ友対決ですね。タコさんもウルツーやんないから、タコさんも転売屋、タコさんも転売屋大好きだからね、お前が撲滅しろ。で、時給はね、あげません。さあ、おすすめの日本酒飲まないから、鬼殺しでも飲んでろと。さあ、ホバーはガード、ダイヤシャかくって、さあ、これはお互い激アツな感じ、さあ、見ている、すごいよく見てますね。うますぎですね、今のは。ミドルがいて、しかもゲージを吐かせたベガ側ちゃんと前にはマジか見えているのか。めくりにはならなかったが、さあ拾いたかったが拾えず、ここで波動が当たる。今のはねナイトメアね溜まってる状態かと思ったんですが、いやちょっと厳しいんじゃないかな。おそらく間に合ってますね。着地してからちょっと時間経ったので若干フレーム数が足りなかったかどっちかですね。なんか立ち切ってのなんかモーション見えたからね。この間合いですね、波動は打つのは逃げティア、これは見ているよと。表いい固めからしっかり踏み込み、これはもう厳しいな。これはしょうがない。これはうまい。さあ俺ですね、いってらっしゃい。そうだよ、さっきヒデ流線の話しててトモさんの話出てなかったから。出た聞いてなかったわ。ビールとエールの違い、まあどっちもビールやろと。タコマイク輝いてないな。さーてこれでお互いのチームの対象戦、 1P がヒデチュンリーの 2P がともりゅうですね。さあこれで先に溜まったのがともりゅうだが、チュンリー側も溜まってはいる。さあここでお互いどうするか。お飛びが入って、お反対側に投げて、さあそこからいいですね、お互い慎重で。おっと昇龍が、おめくりが当たったけども、さあ中足中足大足が刺さって、お互いまだ1回もスパコン使って、おお歩いて大昇龍、いい選択ですね、すげえ。何歳から中ゴス、もう見えねえよ中ゴスなんてもうさあ今度はヒデが画面端をして、さあ先にゲージを貯める。おいい蹴りが入った。おお投げにいった。さあこれはちょっと厳しい。おおでもウッパしてしまって、そこからゲージが溜まる。おっと波動のモーション見えたけども、さあヒデも逃げて、ああ踏んでしまってからの真空ぶっぱからの中足波動ファイヤーか。さあヒデがいやいやいや暴れていく。おーっとおいい対空、今のはヒデ冷静。さあ最終ラウンド、さあとりあえずゲージをために行く。先にゲージが溜まったで、ウッパスルー。ただまあヒデ運が良かった。なんだろう、しゃがみ中盤出たから、それの先端に当たって一発で済んだのかな。さあもうすでにもう2発目溜まっている。おーっと波動、ただこれチュンリーのね中足にね真空合わせるのも相当難しいんですよね。もうドンピシャで出てるところをやったとしても、お今のいいガード、あーもう厳しい。おお中ゴスガード、やはりヒデには中ゴスが見えている。3発目たまった。おいいじゃん、あー踏んでしまった。ヒデ悶絶。まあチュンリーが有利だとは思うんですけども、最近ですとやはりその真空をためてのっていう戦術がねっていう火でもだえる。ちょっと悔しいからこのまま入るわ。うん何このエストじゃねえじゃねえかよはい写真エストなんだそれっていう。写真撮りまーす。今のとこ決まってないから写真撮影でーす。はい、じゃあ勝利した 2P チームの皆さん、ちょっとお写真をね、お写真を顔出し NG の方はちゃんと背面プレーでも OK です。もしくは手に目隠しでも OK です。さあ、今日は背面プレーの方は破天荒さんは確定かな。徳島ね、すごいね良かった。行ってきたんだよね徳島に。ちょっと待ってね、今食べながら喋ってるんで、すいません。ヒデメガネ投げてたって、早く投げろよお前タコ様 F と誰と組むの？何にも決まってない。まず出れるの？あ、出れる。スコア出れる。よかった。ただ普通に始まってから間に合うような感じだから、まあなんか他になんかリーダーみたいな人がいてって感じでほうほうなんだけども、まあなんか最近ね、福山さん全然見なくなっちゃって。そうね、福山さん多分多忙なのかもね。まあ今ねコミケがねあるからね。そう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 。でしかも S 党もね、ほらコミケとちょうどかぶってるから。そうね、それね。今からエボエボだって X やってねえだろまあ僕は去年と同じチームでヒデ、ムー、シューですね。そうそう、もう決まってるからね。もうね、去年終わった段階で、まあ去年ベスト4だったんで、今年は優勝、来年は優勝しようって。おお、それでいいね、強気やね。そう、ヒデはね、シューさんとね、ムーさんと一緒に出る感じでアイザナソニックか、タコ様が本当学生の頃ゲーセンからやってた時、友達が椅子頭にぶん投げられたりはしてましたけど、ね、マジ？椅子ソニックです。椅子ソニックやばいでしょ、マジ流血するでしょ下手したら。なんか向こうがピカーって光ってからドーンってスパコンじゃねえんだぞそれリアルスパコンじゃねえかよ。まあでも昔のゲーセンなんてそんなもんだから。筐体押されるか、まあ押されるのはまあありそうですよね。割と筐体すげえ蹴っ飛ばすやつはいたけどね。うん、チーム名はね、ヒデハウスエボルブです。進化をやめないヒデハウスっていうのを今回のテーマにしてみましたまあ去年と打って変わってかなりいろんなキャラの対策がかなり練り込まれたヒデチュンリーと、相変わらず、まあバルログ戦がかなり得意なシュウさん、なんとですね、なんと大会でのバルログキラー率は異常です。なんと真央さんに対して4連勝中なので今大会で、やばいです。でそしてあれですね、壇上に立った瞬間にダルシム使ってるのになぜかキャームーさんっていう形で、黄色い声援がいっぱい飛びまくるムーさん。ムーさんはね、僕とシュウさんでね、ちょっとね少しね心配してるんですけれども、まあ大会前までに仕上げてくれるでしょうと信じて。ああ、そういうことね。はい、そんな感じですね。筐体と壁に挟まれた、それはやべえわ。どこまで押されてんだよね。タコさんはねその当時ねスト2やってなかったから。うん、ムさんね、獣フレンズのねカバンちゃんなんで、格好が人もカバンちゃんかな、おそらくね、かもねっていう。多分その頃にはもうみんな獣フレンズ忘れてんだろうどうせ。まああ、でもね俺今日ね、てんやでね、てんやで60席くらいにね飯食ったんだわ。でそしたらね獣フレンズのね曲がね流れてね、俺さすがに食いながら笑ったわ。おお、マジか。今から X 始めならチュンダル、リュウベガ、バルログどれがいいですか？ザンギで選択肢にまずダルシムはかなりコマンドとかがかなり難しいのと、応対キャラなのでダルシムはちょっとかなり難しいかと思います。で、バルログは多分周りから非難轟々にされるかもしれないんですけれども、ただバルログ戦してる人からすると票対策も全部されてしまうので結構苦しいっていうところがあるかなっていう。でベガはやっぱり紫さんとかユーベガさんのかっこいい感じ、一撃をもぎ取れる感じのロマンを求める感じだったら全然いいのかなっていう感じですね。でチュンリーは、まあ、僕も最初チュンリー、まあ、もともとずっとチュンリーなんですけど、やはりかなり使い勝手がいいです。ただ、使い勝手がいいんですがそれに甘えてしまうとそこからの成長がなかなか難しいっていうキャラでもあるっていうところですねいややっぱり強いんですよ、一つ一つの技が。そう、技強いけれども何を間違えちゃいけないってフル技の間合い。僕も今4年半くらいこのキャラ使ってるんですけど、やはり丁寧に立ち回るためにはシャカシャカ中足振ってるだけっていう感じじゃなくて技を吐かせたいんですよ、いろいろ。で技を吐かせてそこに最大リターンを入れたいのでいろいろ間合いを研究しながらやってるので。でもチュンリーだったらね足も速いしね、間合いもね調整しやすいからね。ストマスさんなんて知らねえよもうあ、ですいません、徳島の話ですね。すいません、ちょっと止まってました。で徳島ですね、とりあえず初日に初日は夕方昼3時くらいに徳島到着して、で、まあ、そこからレンタカー借りて宿行って、そのまま6時前にアポロ、徳島アポロっていうゲーセンですね。で、そこでまあ、いろんなプレイヤーの方いたんですけれども、特にこの人強いなって思った人が、ガセさんっていうX 剣の人とハマさんっていう X フォークの2人ですね。で、この2人かなりもうのじ合いも相当いっぱいやって、ガセさんの特徴はね、いい意味でのね、足癖が悪い感じでね、かなり僕好きですね。踏み込みダイヤシが鋭いんですよ。これぞ剣っていう感じでね、踏み込んでくるんでね、初日結構8試合くらいやってね、2日目もっと対戦したいですって言ったら30戦くらいやったのかな。で、まあ、その踏み込み出ししっかり咎めたんでっていう感じですね。浜さんは回し精度かなりいいですね。で、チュンにゲージ持った時に N コパハメがそうなんですね。それはちょっと知らなかったですね。浜さんはなんかちょっと聞いた話、まあちょっと、まあ、年内にはもしかしたらバーサスいけるかもっていう話を聞きましたね。なので回す同義戦に関しての回し方はかなり極まってましたね。で、まあ、あと観光に関しては、まあ、アポロは結局初日6時に到着して閉店12時までがっつり6時間やってたんですけどね、スト2を。ドラベガさんはね、いなかったっすね。タコ様はね、遠征したいけどね、なんかね、タイミング合えばね、いつか遠征したいなって感じ。そう、徳島メイズのね、徳島ラーメンはね、東大っていうね、まさに東京大学の東大なんですけど、その店がアポロ閉店してダベって、その後に徳島駅近くにあったんで、そこに行ったら夜中の1時ちょっと過ぎくらいだったんですけど、まだまだ並んでる感じで。でね、食べた感じの印象があれでしたね。もうラーメンかっこすき焼き風みたいな。あ、タコ様今マイク離れました。行くとしたらどこ遠征すんのって。はいはい。何遠征するとしたらっていう、まあどうなんだろうね、その時のタイミング次第じゃないですか、ね。まあ、あとノリだよね、その時のね、ノリ大事。ノリと勢いで勝負。まあ、あとはまあグーチじゃないですかね、みたいな。ヒデはね、さすがに免許持ってますよ、さすがに。でね、でもね、あれなんですよ。免許持ってるけれども、僕もう3年くらい車乗ってないんで、あれです、ゴールド免許を過去危ないよっていうやつですね。ペーパーじゃねえか。なので今回のレンタカーの運転は全部シュウさんです。よりシュウさんといつも旅行行くとき、大抵僕助手席なんで安定してお前危ねえからやめとけっていう感じで、逆にやばいね。ガセさんのね、しゃべりすごい僕も好きでしたね。聞いててね、ノリいい感じで。でね、かなりね、対戦中僕が結構冷たい立ち回りしたらかなり温まってましたね。で、シュウさんがまあ殺し方を、一人遠征はね、僕基本はあんましないですね。まあ、一人で行くのも結構好きなんですけど、ただね、やっぱりね、誰かしらと一緒に行くっていうのがね、楽しいんですわ、やっぱ。一人の遠征も確かにその良さがあるんですけど、マイペースに全部やれるっていう。でも誰かしらがいると、そのスト2の話で盛り上がれるっていう、その良さ。まあ、なんだかんだね、僕を誘ってね、くれてるね、皆さんには本当感謝ですね。いいですね、誰か、かっこシュウさん、大体当たってますね。いつも遠征するとき、大体シュウさん一緒なんで、本当にね、なんだかんだ一緒に、僕にね、声かけてくださるのはね、本当に嬉しいです、正直な話。おう、おう、おう、どうやって倒してるよ。まあそんなわけで今日も激安なスト2、まあ外も暑いですね、毎日のように。まあちょっと各地でかなりの豪雨になってますけれども、関東はねやばいね、10日連続晴れとかね、やばいよ。あー、今のは事故、あれは事故だわ。あ、うまい。あー、でもそうなんだよ、あー、そうなんだよね同キャラね、これ脱法対マトリだぞ。おい、俺同キャラめる、俺が小右衛門になってるじゃねえかよ。さあ今やってんのはワンピー側が、あ、逆、ワンピー側が、あ、逆でもなんでもなかった。 1P 側チャボさんで 2P 側 TOMO 龍ですね。うわー、じゃなかった、友田さんだった。ちょっと友さんっぽく見えた、このビジョンから見ると。そう、ね、服だけだからね、友さんに見えるんですわ。友田龍もね結構強いですよ。さて、じゃあ僕もそろそろの試合やりますかね。ちょっとね今日はねソースやりたくてねニュートン来てるんでねうまいな、コメントが TOMO ザって書かれてますよバルログ戦に定評のあるともちゃん流、あー、どうなんでしょう、ともさんバルログ戦は好みなのかどうなのか。お、ブラックコーヒー。ん？そう、これね、基本誰がコメント書いてるかわからないんで、なのでまあ、結構ね、僕もね、こういうコメント見ながらね、喋るの好きなんですよ。トモスパ友田さん、トモスパって書かれてますそれは嫌だって。トモさんはねラスベガスではないです。定評というか、そうですね、対策は大事です。さっきねお茶丸くんのねバルログと10戦くらいやったかな。かなりまあ僕バルログ戦はかなり対策はできてきてるのでまあいいんですけれども、ただまあやっぱり強い人になると票重ねがね露骨に超うまいんでね、きついんですよやっぱり。あれいいね、垂直大キックじゃあすいません、僕はそろそろちょっとの試合してくるので、評定安全重ねはチュンリーの場合は一応天章が好かれながら重ねられる場合があります。まあゼロフレ重ねってやつですね、俗に言う。それやられるとねガードしなくちゃいけないんですよね。マジ表裏わかんないんでかなりきついんですよ。要はこかされちゃいけないけれども、こかす材料をバルログがいっぱい持ってるんでまあタイミングですね、本当に。それが君のタイミング。いやいや、ブラピア知ってますよ、さすがに。僕ブラピーの時はあれですね、小学生とかその辺ですね。もうその辺で大体年齢バレてますけど、ポケビとかがまだ小学生の高学年くらいでしたね。ああ、じゃあ近いですね、年。確かねあれなんですよ、ポケットビスケッツのレッドエンジェル聴いてた時が小学4年生5年生だったんで、僕も。あ、ムーさんムーさん書いてる。草ちゃんとムーさんと苗場さん、マジか、結局ソスーズポテビ対ブラピ。あー、いいね、確かにあれ熱かったね。安全重ねと安全日の違いを、それはねちょっと僕もちょっとねごめんなさい、わかんないんでっていうことにしておきましょう。あー、シンク入らない。これマイクで言っていいのかな。それは笑うしかないわ。まあ今ここにいる某あの人からですね、安全重ねと安全日は出しても大丈夫っていうふうにコメントをいただきました。まあ誰かは言いません。へえ、ガチだったんだ。いやーね、昔ねテレビいろんな楽しいことあったけどね、まあテレビ今いろいろねありますからね。さすがにちょっと安いがハロー4ヒット入ると美味しいね、あの真空はね。さすがに、いやこれさすがにちょっとね遠征するお金ないっすわマジで。面白そうですよね、寝屋川や阿部死体スペースシャトル。俺あれなんですよ、寝屋川や安倍氏の芸選名って何で知ったかって、音でやっててその時に初めて知ったんで、疎通の聖地だったなんて知りませんでした。今のうまいね、大ゴスで誘ったね。あっ、まあさすがに事故んないな、もう思うじゃん。事故るのか。あー冷たい、それね。違うね。そう、本物の小高さんはね今ね仙台にいます。最近の矢口はね、いつだろう、もうね毎日のスト2やってる時ね、毎回ね矢口言いながらプレイしてるんでね、結構矢口頻度高いです。で仕事の時もこの暑い炎天下でチャリこいでる時なんかはマジでね矢口だと思いながらチャリこいでるんで、さてじゃあすいません、僕もそろそろ野試合やってくるので皆さんこのままご視聴楽しんでってください。今プレイ中は熊切はね、うわーいいショール、これが愚痴る。さあちょっとグッチさん入ろう。俺トマトさん入ります。あ、了解です。じゃあ入ります。さあ、友田ベガ対グッチリュウ、すぐそれ対決ですね。これね、この2人の対戦ね、お互いにねかなり煽るからね、面白いという。さあ、どっち？いやー、早かったか。ね、チャリなんでこっち向いてるんでしょうね。確かに今のミドルうまいなー。うわー、見えねえ。あ、うまいな、何も出ない。ああ、投げられる。ああ、減った。うわー、配信台の隣で俺たちがおお、しゃがんでふかしたのか今。うまい。竜巻で回収はしないが、ああ、見えねえ。うわー、大きい勝利。あ、うまい。